なんていうんでしょうね、ちょっと ぼよんって感じになっちゃいますよね。はい、金だけです、ね。うん、そう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 。バッバッバッ、ぼよんぼよん。だからそこに腰があったらって思ったら、だらそれをダイヤフラムで使う。ダイヤフラム。そうそうそう。やりたくないとは思いますけど、自分で体感してないと自分で組んだダンパーだからですね、はい、それはリアでも同じことが言えて、逆に言うとリアはもうちょいあの腰は奥の方であってもいいかなっていう感じがします。マイクロスローはやっぱ違う感じで、そうですね。だけど今大体これ目安でしてるじゃないですか。だから組んだ時にシャフトどんくらい出したかっていうのを考えて、そうです、それを走ってみて、あ、もうちょっと、もうちょっと深いところかな、浅いところかなっていうので作っていくと、大体自分のこの車高だったらこんくらいのところで組んどくとちょうどいいところでそのダイヤフラムの腰が出せるなとかっていうのが分かってくるんで。手前のところとかそれができるときってまだ何か大変なときってあります。この辺の1コーナーとかでも頑張ってくれる。最終コーナーのあそことかはもうそこまで崩れてましたね。左後ろの左にかかってくる抜いてるところで、まあそこは特に道がもうこうなってるってイメージがあるから、はい、自然にもう早めにもアクセル抜き始めてるんですよね。左の前の乗って右前に乗って前のタイヤのグリップがあるからぐーぐー気持ちよく回れる。だから同じことをやるだけなんですけど、今対角線とか、まあ対角線に行ったからフロントタイヤのグリップ考えて、そういうの考えてたらめっちゃ分かりやすい。失敗したと思ったらあっ多分、ね、ここだとあって思ってそのままじゃなくて、やったろって。だからあの、このターンするやつもそれですよ。あ、そうだ。ターン。